アンドレ・シューバこと、アンドレ・ミゲル・バレンテ・ダ・シューバは、ポルトガル出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。RB ・ライプツヒ所属。ポルトガル代表。SC ・サルゲイロス、ボアビスタ FC、パドロエンセ FC のユースチームを経て、2011年に FC ・ポルトに入団。2013年に B チームに昇格すると、2014から15。 シーズンには34試合に出場し7得点を記録。2015から16シーズンにはトップチームに昇格し、2015年12月29日の CS マリティモ戦でトップチームデビューを果たした。リーグ最終戦のフルス・ボアビスタ戦で初ゴールを挙げると、2016年5月23日の SC ブラガとの達者で、ポルトガル決勝では後半アディショナルタイムの オーバーヘッドキックによる同点ゴールを含むに得点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選出された。2016から17シーズンを前に、違約金が6000万ユーロに設定された5年契約をポルトと新たに結んだ。シーズン最初の公式戦となった UEFA チャンピオンズリーグプレイオフのエース、ローマ戦ファーストレグでは PK から同点ゴールを挙げた。最終的には、 チャンピオンズリーグでは8試合で4得点、リーグ戦では32試合に出場し16得点を挙げた。2017年6月13日、遺跡金3800万ユーロで AC ミランに遺跡し5年契約を締結した。9月14日、UEFA ヨーロッパリーグ第一説の FK アウストリアウィーン戦では遺跡後初のハットトリックを記録した。 2018年3月12日、セリエ A 第28節ジェノア CFC 戦にて、リーグ戦初ゴールを記録した。2018年8月11日、買取オプション付きのレンタル遺跡で、セビージャ FC に加入。8月19日、開幕戦のラーヨバジェカーの戦で先発すると、ハットトリックの活躍を見せた。2019年9月2日、 アイントラハとフランクフルトへ2021年6月30日までのレンタル移籍。序盤こそ活躍したもののその後は怪我などもあり、先発を外れる試合も増加した。しかし新型コロナウイルス感染拡大によるリング戦、中断後はゴールを量産し、公式戦ではチームトップの16ゴールを挙げた。2020年9月10日、アイントラハとフランクフルトへ完全移籍し、 2023年6月30日までの契約を結んだ。2020から21シーズンは主力として序盤からゴールを量産。2021年5月15日、デスリーが33節のシャルケ戦ではそれまでベルントヘルツェンバイン氏が記録していたクラブの1シーズンの最多得点記録を更新した。最終的にリーグ戦32試合に出場し28ゴールを挙げ、 ブンデスリーガの得点ランキング2位に輝き、飛躍の1年となった。2021年7月2日、r b ライプツヒト5年契約を締結した。2014年の UEFAU-19 欧州選手権では、ハンガリー戦での4得点を含む5得点を挙げ、ポルトガルの決勝進出に貢献。翌2015年の FIFAU-20 ワールドカップでは、 グループリーグで4ゴールを挙げ U-21 代表のデビュー戦となったアルバニア戦でハットトリックを達成するなど各世代のポルトガル代表のストライカーとして活躍2016年8月26日にポルトガル A 代表に初めて招集されると9月1日のジブラルタルとの親善試合で A 代表デビューなおこの試合では不勝離脱中のクリスティアーノ・ロナウドに 代わり背番号7をつけてプレーした。同年10月7日のワールドカップ予選、アンドラ戦で代表初得点を挙げると、続く10月10日のフェロー初等戦では、ハットトリックを達成した。2018年5月、2018FIFA ワールドカップの出場メンバーに選出されるも、個人としての結果は残せず、チームもベスト16でウルグアイに敗れて、大会を去った。ありがとうございます。